公式戦の初陣を白星で飾っています。今日がリーグ戦初戦ということになります。試合展開にもこの風が大きく左右してくるはずです。相模原ボールで始まりました。予想フォーメーションでお伝えした並びとは左右が逆のサイドバックの立ち位置になっています。金崎狙ってきました。腕コントロールしてから距離はありましたけれども、琉球の選手が一人倒れています。クロスファーサイドヘッド、こぼれている、詰めて若林、カルバハルナイスセーブです。相模原の戸田監督はセンターバックの加藤に何か指示を伝えました。まあ、この若林のシュートは枠を捉えていましたけれども、入れ替わります。運んでいくケルビン、ケルビン左足、キーパー正面でした。松沢、石山、佐藤、佐藤が中央駆け上がっていきます。佐藤を溜めてコース空いた、佐藤打った、カルバハルが触っています。自分でドリブルに行く選択をしました。平松なら左足です。その平松直接、際どいシュートでした。直接狙ってきました。壁の左、シャープのボール、松沢うまく落としてスペース走った。若林持ち運んでシュート、若林一気に加速して、山下のレーザービームのようなフィードから松沢使って若林でした。ハーフタイムでの交代はありませんでした。セカンドハーフスタートです。琉球ボールで始まっています。加藤は前に蹴る、佐藤残せませんでした。ここで試合終了のホイッスルです。両チームとも3ポイントをつかむことはできませんでした。